ハプログループ O とは、分子人類学において、人類の不景を示す、Y 染色体ハプログループ U の分類で、ハプログループ NO の小型で、M175 以下の系統に位置すると定義される、ものである。東アジア及び東南アジアで、最も一般的に見られる系統であり、西ユーラシア系のハプログループ R と並んで、現代人類において、最も貴族人口の多い Y 染色体であると、 考えられている。ハプログループ王に関連する民族移動 Y 戦色体のハプログループ王は、おおよそ4万年前に、ハプログループ N と血筋が分かれた。現存のハプログループ王の最も近い共通祖先は、同じくカーミンへ通る2015によれば34,042年、95%CI32,387 年、対35,708年前。 オーザニックへとる2016によれば3万5000年前、イフルイトリー V6.01 によれば3万1500年、95%CI2 万9600年、対3万3400年前に生きたとされる。カホカ平原や長江流域などの豊かな地域を中心に多岐にわたるサブグループを生み出し、これらの地域から東アジアや 東南アジアからポリネシアに至るまで広範囲に拡散したと考えられている。大きく O1、O2 に大別される。約3万年前頃までには O1AM119、O1 ビット 1K18、O1 ビット 2M176、O2AM324、O2 ビット F742 という5つの古い系統に分かれていたと推定されている。 ハップログループ O の系統は、語族系統と関連するとの見方がある。ありがとうございます。